はやぶさ2、小惑星に着陸へ。小惑星探査機のはやぶさ2が22日に小惑星リュウグウへ着陸し、資料の採取を行います。こちら、3億キロも離れた小惑星での作業ということになるんですが、JAXA のチームは念入りな準備を終え、満を持して、 この任務に当たるとされております。こちら、前回のハヤブサでは、治療があまりですね、採取できなかったという問題がございますので、今回はぜひとも成功させていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。